事な人がね、うん、命の危機にされてたら自分は何でもしてしまいそうな気すらしてしまいますよね。経験部とは人気女性キャスターが映画を語り合う番組です。さあ今日も部活始めますよ、はい、お願いします。お願いします。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日も玉木ちゃんに頑張っていただかないとね。何ですかその妙な会話は。いやなんか結構ほらね今回の映画そうなんだ、ね、今回取り上げるのはプリズナーズ。感謝祭の日幼い娘が消えてしまう。警察の捜査も進まない中父親は証拠不十分で釈放された第一容疑者を犯人と確信。最愛の我が子を奪われた父親が取った行動とは。衝撃のヒューマンサスペンスプリズナーズ。ちょっとこう衝撃的でしたよね、そうなのよ。こんなさ頭おかしくなりそうな色味のさ壁紙の中でこんな女装と一緒にね語れるような映画かっていうぐらいに重かった。でもだから今日なんか落ち着き目の衣装です、ね、私なりの大人しさを表現してみたのよ。あ大人しさでも顔の派手は変わらなかった、ね、ちょっとプリズナーズ仕様になってるんですね。そう囚われ人囚われ人ちょっと白黒のご囚人服風なそんなイメージででもイメージはわかります。でも2時間半ぐらいあったじゃないですか。全く時間を感じさせない。すごかったです。あの展開の速さ息が詰まるような時間なんだけども、どう、飽きないよね。苦しかせなかったです、すごい苦しかったです。でも途中でちょっとあーって目を追いたくなるような気分にもなりました。こういう感じで、どのシーン、どのシーン、え、それって言っちゃっていいんですか。あ、でも前半とかならいいんじゃない。あ、なんか結構殴ったりとか、ね、血が出たりとか、まさかのね、いつも割といい人をやっていたヒューがね、ヒューがさ、ヒューがなんか彼氏みたいな感じですけど。ヒューが結構お好みなんですか。大好きです。私もね、ウルヴァリン X メンで登場した時からもう私をもう引き裂いていいよぐらいの気持ちで爪シャキン出るじゃない。でもそう思うと今回ヒーローものじゃないんで珍しくなんかリアルなこう人間を演じてらっしゃる。あんな人本当にいそう、いますよね。起こりうると思って怖かったですもん、本当に。なんか書いてあったじゃないですか、あの映画のキャッチコピーで、これは人事じゃないって。だから人事じゃない絶対この映画人事じゃない。そう、すごい、まさにその。ちなみにこのパンフレットね、血の猫がゲロ吐いた。ちょっとやめて、やめてくださいよそれ。汚いことになってます、ごめんなさい。言わなければわからないです。コーヒーちょっとこぼしちゃったのかなと思ったぐらいにしか思わない。猫はダメなの、しかもなんで見せたんですか。汚いなと思って。でもこの映画の最大のやっぱキーワードは父親の娘への思いです。でもそれがなかったら救われるものも救われなかったりだとか、これちょっと難しいですよ ね、まあ、何が本当に悪いのかなっていう。そう、犯人探しがねキーワードになっているから、あんまりここで詳しいことを言っちゃうわけにもいかないんだけれども、ね、お父さんが取ったちょっと狂気的な行動が、まあ、責める人もいるだろうけども、でもそのおかげである程度ねラストの方向に導けた部分もあったりとかして、本当に難しい投げかけられてるね、問いを投げかけられる映画よね。しかもなんかこうあるものがなくなってしまう、それが子供だっていうところで、なんか実際経験すると本当絶対わからないですよね。そう、人間がどういう、今の自分にはわからないことだから、なんかそんな、いやそんなことありえないとか、あんなこと絶対しちゃいけないよねと思うかもしれないけど、人間のその落とし穴で、もしかしたら大事な人がね、命の危機にされてたら自分は何でもしてしまいそうな気すらしてしまいますよね。いやとかやっぱ、いや、まあ、ちょっと当たる可能性が低いんですよ。なんか自分がやられるやってるんだっけ。弓道です。弓道、すいません。弓道、そんなにうまくないんで当たらないかなっていうところもあるんですけど、それ聞いてない。でも私はやっちゃうかもな。見てて、なんかちょっとそれっぽく私はやっちゃうかもって。愛する人が、でもあれぐらいのさ狂気ってみんな持ってると思うよ。次回をお楽しみに。